どうも、整体サロン朝日の富士山です。本日の動画は全身を変えてくれる目の運動をあなたにお届けしたいと思います。ぜひ最後まで動画をご覧ください。始める前に、なぜ目の運動をすると全身が変わるのかを解説していきたいと思います。人間の視覚からの情報はものすごい情報量です。その目をいつも固定して使っていますと、目が動きにくくなったり、体が動きにくくなることを知っていますか？目と首の骨も関連が強いと言われていますので、目のケアをするだけで体に与える影響は非常に大きいです。目をケアして後ろに振り向きやすくなるという経験を私は何度もしています。年を取れば取るほど目を一部に固定して体を動かすことができなくなってしまいます。目と体がリンクして動いている人をたくさん見たことがあります。よいしょよいしょって動くようになってきてしまいます。それは目と首をバラバラに動かす方法を忘れてしまっているだけです。この運動で忘れていた感覚を思い出してみてください。また夜眠れない、首が痛い、肩が痛い、そういった人にもおすすめの運動となっています。まずはやってみて効果を体感してください。それではレッツゴー。さあ行くぞ。はい、それでは始めていきます。まずは振り向いてみてください。右が振り向きやすいか、左が振り向きやすいかを確認しましょう。肩の上げやすさも確認しておいてください。本日は目の運動を行っていきます。右手で左の肩甲骨、左手で右肩を持って右を振り向いていきます。目線は正面に固定したまま右を振り向いていってみてください。呼吸は何をしていますか？吸っていますか？吐いていますか？そんなことも確認しながらやっていきましょう。もう一度同じ運動をします。次は顔を正面に向けたまま目と体だけ右を向いていきます。これなかなか難しいですよ。あ、全然できないとかを感じながらやってみてください。できなくていいです。やってみるっていうことが大事です。それが体にどういう効能をもたらせるのかを確認していきましょう。最後に目線は鼻先を見て右を振り向いていきます。呼吸はどうしてますか？しっかりと、ね、鼻を見ていることができますかね。そんなところも確認しながらやってみてください。これが一通りの流れですので、一度振り向きを見てみます。体にどんな感じがするかを確認してみてください。次は場を転換してやってみます。仰向けで同じ運動をやっていきます。座ってできるってことは仰向けになってもできますよね。仰向けになって体を右に倒す。目線は一点を固定します。その状態でやってみてください。仰向けになると急に動きにくくなる人がいるかと思います。そしてこんなに背骨を丸めたことがない人は新感覚かもしれませんので、そんなのも楽しみながらやってみてください。次は目線と体を右に行きます。顔は正面のまま、目線と体は右に倒していきます。自分をこう抱きしめると背骨がすごく丸みが出てきますよね。私も結構自分のことを抱きしめられるようになってきました。最初はもう肘と肘の位置がすごい離れてたんですけど、今はだいぶ隙間なくできるようになってきました。次は鼻先を見てやってみてください。呼吸はどうしているか、座っている時と寝た時では呼吸のパターンが変わる人もいるかもしれません。そんなのも確認しながらやっていきましょう。一度十分休憩します。体の感じ、呼吸の感じ、どんな感じがするかを確認して、ゆっくりと起き上がって最後に振り向きを確認していきます。振り向きやすさはどう変わったのかを見ていきます。
やりやすくなっていれば体にとってすごいいい運動ですので、ぜひ続けてやってみてください。最後、肩の上げやすさ、肩も上げやすくなりますね。以上です。お疲れ様でした。頑張ったね。はい、運動お疲れ様でした。地味な運動でしたね。普段目を固定して使っている人は、やっている最中や終わった後にすごく目が疲れた感じがしたと思います。それぐらい普段から頑張って目を使っていたんだなと気づくことのできるいい機会でしたね。座った状態ではできるけど、寝ると全然できないのもまた問題になります。普段から背中を丸めたことがない人には、寝てやるのは難しい運動だったかもしれません。場の変換をしても運動できる体の多様性を身につけていきましょう。運動が終わった後の効果を感じ取ることはできたでしょうか。この運動で体の変化を体感できた方は、毎日実践して3週間は継続してみてください。皆さんの体をより快適にするのにお役立ていただければと思います。今回お送りした全身を変えてくれる目の運動はいかがだったでしょうか。この動画が役に立ったと思った方は、チャンネル登録よろしくお願いします。今回の動画が効果あったと思った方は、いいねや高評価もよろしくお願いします。ご感想は概要欄にお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。富士山でした。